はい、今回紹介するのはこのハンゴーですね。ロスコさんから販売されてます戦闘ハンゴー2型というハンゴーになります。これはですね、普通のハンゴーと違いまして、まあちょっとちっちゃいんですね。ちょうど2型っていうだけに2号なんですかね。2号抱き専用のハンゴーになります。で、これは現職の自衛隊員の方々が実際使用しているものをの同等規格ですね、と同じ規格、まあ同じ工場ですね、で同じ型を使って、まあ、国内の防衛省指定工場で生産しているという、まあ、商品になります。で、まあ実際ですね、まあこういった商品海外で作ることもできるとは思うんですけど、まあ、あの自衛隊 の、 その防衛省の方でもですね、一時期海外で作ったらしいんですが、やはり素材の問題だったりとか、まあ、作りの問題で不良が多々出たということで、またもう今日本で作られているという商品になります。で、この商品の面白いところはですね、まあ、自衛隊の方々が使っているということで、まあ、この蓋ですね、蓋はこうこのロックの部分がここで止まるようになってるんで、このままフライパンとしても使えます。で、中蓋があって、まあ、普通の通常のこういった形ですね、まあ、これがですね、内蓋がここで引っ掛けてこのように持ち運びができるようになってます。これはなんでこんな風にできるようになってるかと言いますと、まあ、自衛隊の方々がですね、配給等に自分でこういった食器を持っていっておかず等を入れてっていう、そういったことができるようになっているみたいですね。まあ、あとは現場でですね、やっぱりそのゆっくり食事、そんな座って椅子で座って食事をするということがなかなか難しかったりする場合も、こういったふうに2ついっぺんにご飯とおかずというふうに例えたりするためにこのようにできているみたいです。で、この商品一応2号炊きという形になってまして、これですね、内側ですね、内側内蓋に線が入ってまして、これが一応お米の量りとして、ここまでお米を入れれば2合になります。で、炊くときに、まあ、ここ水ですね、水もこの本体のこのここに印があるので、ここまで水を入れて炊くとちょうど2合のお米が炊き上がるという形になってます。で、この商品の面白いところはですね、まあ、これは実際これができるようになってますという内容ではないんですけど、こういったことができるというふうに話題になっているのが水蒸気炊飯といいまして、まあさっきここですね、このこうさせるようになったところが、ここは隙間が空いてるので、ここでこう炊きますと、下からの水がこの中で水蒸気が、まあ、下から来て循環するようになってるんですね。そのためにこちら上蓋でご飯を炊くことが可能になっているんです。で、まあ、通常こっちにご飯を入れて炊くんですが、そうするとどうしても火にかけている時間とかがちょっと間違えちゃうと焦げちゃったりとか、まあ、お焦げが好きな方はそれがいいんだよっていう方にとってはそれでいいんだと思うんですけど、やっぱり失敗したくない、白いご飯がちゃんと食べたいという人にとっては、こちら側でご飯を入れて、で下の水と、まあ、こちらにも入れるんですが、それで炊くことによって、実際直に火が当たってるわけではないので焦げることがないんですね。なので必ず、まあ、ほぼまず失敗することないほかほかのご飯が炊くことができるという。で、下に水を入れるので、ついでに時短という形で汁物系だとか、まあ、カレーとかシチューとかそういった部類 の、 おかずをですね、ついでに一緒に作っちゃうこともできるんですね。そういったところが結構このハンゴーは面白いという形で人気が出てきています。で、まあ、あと他の内容の紹介ですけど、取っ手ですね、取っ手が、まあ、このようにしまうときはこう斜めにするんですけど、まあ、実際使うときはこう立てるんですが、これ
今ですねこういう状態にすると止まるんですが、これ実際は止まる仕様にはなっていません。で結構買ったばかりの人がこうやってやったらカタンと落ちちゃうっていう風で、これ不良品じゃんなんていうことを言う人もいるみたいなんですが、これは止まる仕様にはなっていません。これはただ一番上までかけた時にまあ揺れないようにですね、この状態ですと揺れちゃうので真ん中のところだと、ここで止まって揺れないようにするためにここが細くなってるだけですね。なのでこれはカチャンって止まるという意味ではないです。で、こういうふうに止めたい、まあ実際自分もやってるんですけど、止めたい場合はですね、これ簡単に外すことができるので、このように簡単にちょっと金具が金属がこのちょっとバネっぽくなっているので、それをグッとやるとすぐ外れるので、外したらですねまあ変に曲がらない程度にこう広げることによって、まあ外側にテンションがかかるので、そうするとまあしっかりとこの状態で止まってくれます。まあ、これはやってもやらなくてもどっちでもいい内容かなと思います。まあ、こう直火に置いた時にこれがクタッと落ちちゃうと一緒にまあ火が当たるので、まあこの取っ手がですね、まあどんどん塗装が剥げてしまうっていうのはあるんですけど、まあこういった商品は必ず塗装は剥げるのと、まあ何をやっても剥げちゃうので、まあ剥げていくそういったものを楽しむっていうのも一つなので、まあそれもまあ別にそんなに気にすることはないかなと思います。で、あとはですね、これが通常の基本の商品の形になるんですが、これがですねやっぱりこの長さがまあしまうのにちょっと邪魔だよっていう方がいると思うので、まあ別映えにはなるんですが、このショートタイプですね、ショートタイプの取っ手っていうのが税込みで600ちょいぐらいで販売しているので、まあこっちに変えていただくと、これもちょっとテンションかけてカチャッとできるように自分でしてあるんですが、こっちにすればまあしまった時はこういう状態ですね、こういう状態でしまえるので、邪魔だなっていう人はこのショートタイプに変えるのもありかと思います。で、実際にまあこれでご飯、まあ普通に炊くんじゃなしにさっき言った水蒸気炊飯をやってみたいと思います。使うのは無洗米、普段自分が無洗米キャンプなどはもう洗うのが面倒なので無洗米を使ってます。で、上蓋はこれは正直1合がまあ一杯一杯かなと炊くので、で自分としても大体ご飯は1合もあれば十分なのでそんでいいかなと思います。で、1合を米をこっちに入れて、で水を入れて、で下にも水を入れて火にかけて炊いてみます。で、かかる時間がですね、まあ通常、まあ、メスティンなんかを使うと、まあ、12-13分で炊くと思うんですが、まあ、結構固形燃料を使って自動炊きなんていうのをやる方もいると思うので、そういうのを使えば12-13分で炊けると思うんですが、まあ直に火を当てるわけではないために普通よりちょっと時間がかかります。だいたい30分、まあ好みにもよるんですけど、お米の硬さも30分から40分火にかけないと、まあそれなりの米にならないので、だいたいそれぐらいを要するという形になります。それでは実際に、今日はガスの方で家の中でちょっとやってみたいと思います。で、その後外で実際にカレーと一緒に、時短料理としてカレーと一緒に作ってみたいと思います。はい、それではですね、早速水蒸気炊飯やってみたいと思います。とりあえず
今回今すぐにはこの家庭用のコンロですね、こちらでやってみたいと思います。で準備したのは千枚1号、これだけ量は測ります。あとは水はちょっと適当にやってみたいと思います。お、内蓋ですね、内蓋に1号を入れます。で水ですね、水はなんかまあ普通1号だと200だったかなんかとかってやるんですけど、適当にジョボジョボと、まあ無洗米なんで研ぐことはないです。まあ、なんとなく入れたんですけど、一応印がこれついてるんでこれぐらいにしてみたいと思います。でこっちですね、本体こっちにも水を入れなきゃいけないです。これもですね、一応本体側に線があるんで、ここですね、これ以上多分水入れるとブクブクここが沸騰した時に、まあ内蓋をここに乗せてそこから水がジャバジャバ出ちゃうんじゃないかなと思うんで、まあ一応ここに線はあるところまでという形でやります。でまあこの状態で、一応ですね、この蓋のロックはかけときます。それはですね、一応まあブクブクなった時に、まあ飯盒がよくなる現象ですけど、蓋がやっぱり浮いちゃうんですね。なので浮かないようにこのロックはかけときます。今16時40分ですね、16時40分から炊いてみたいと思います。火つきました。まあ直接ではない中の沸騰によって水蒸気で炊くという方式なので、通常のご飯を炊く時間よりも多分長くはかかります。でとりあえず30分経ったらどんな感じか中を見てみたいと思います。16時53分、まあ約10分ちょいだったんですが、グラグラと一応音が聞こえると思うんですが、中の水が沸騰してます。まあ、このまま炊き続けるという形になります。はい、15時10分、約30分経ちました。どんな状況かちょっと見てみたいと思います。一旦ちょっと火を切りまして、ついにちょっと手袋、まず蓋を開けます。おお、いい感じで出るんじゃないでしょうか。触った感じもふかふかですね。下の方も全く焦げがない状況ですね。ちょっと食べてみたいと思います。ちょうどいい、ちょうどいいですね。
ちょうど30分、だいたい30分でちょうどいいですね。で、蒸らしも必要ないですね。中蓋取ると水が半分ぐらいですかね、減ってるのは。ここの水が減っちゃうとですね、なくなってしまうと空炊きになるので、飯盒が穴が開く可能性があります。なので必ずここの水だけは切らさないというやり方でやらないと、失敗しないといえども飯盒が傷めてしまうということになります。で、このご飯といわゆるこっちで汁物を作る場合も、だいたいこうやって半分ぐらい、30分でだいたい半分ぐらい減るということを考えつつ汁物を作るのがいいんじゃないでしょうかね。これ非常に成功ですね。成功というか本当に失敗しないというか、非常に簡単で焦げもなく美味しいご飯が炊き上がりました。メスティンなんかも流行って使われる方も多いんですが、やっぱり時間帯だったり状況によっては焦げてしまったり失敗するっていう方も多分いると思うので、これだったらまず失敗しないですね。水さえ切らせなければ、ここからもう水蒸気をずっと回している状況になるので、正直焦げることなく常に保温状態っていう感じですかね。なので多分30分過ぎて、あ、ちょっと忘れちゃったっていうふうで気づいた時に、水さえ切れてなければ焦げることなくお米がちゃんと炊けているという状況で食べれるんじゃないでしょうか。これは非常にお米を炊く形としては非常にありがたいかなと思います。一応ですね、ご飯を全部食べた状態にしたんですけど、全く焦げがないです。見事に焦げがないです。なので、まあ焦げ好きの方、こういった飯盒でちょっと焦げが、それがうまいんだよねっていう人にとっては焦げが逆にできないので面白くないかもしれないです。逆に焦げとかがなくて美味しいふっくらしたご飯が食べたいぞという人にはすごくいいんじゃないでしょうか。外で実際にカレーを作ってみたいと思います。ご飯ですね、無洗米です。1合で、水をですね、この前もやったんですが、だいたいここの印ですね、この辺に合わせて入れて、あとはこっちですね、水はだいたいこの線ですね、この線ぐらいに入れます。そしてもうすでに家から野菜を切ってきてあるので、こいつをもうぶっ込みます。そしてお肉ですね、お肉もそのまま茹だるので、ね、適当に打ち込みます。そしたらこれを上にセッティングして蓋を閉めたら、もうあとは火にかけるだけです。これ
で、あとは火にかけて待つだけです。そろそろ開けてみたいと思います。さあ、どんな感じでしょうか。うおー、すげえ。なかなかいい感じではないでしょうか。お、ふっくらです。ふっくら炊けています。どんな感じか、うん、ちょうどいい。ご飯もちょうどいいし、うわー、中もしっかり茹だってますね。じゃあこのままルーを入れて、カレーのルーですね、入れて、ちょっと、ルーを溶かしたら、もう一回ちょっとかけてみたいと思います。ご飯がぬるくなっちゃうとあれなので、一応こいつをかぶせてもう一回、これであとちょっとだけ火をかけてみたいと思います。はい、そろそろだいぶ煮込んだのでいいんじゃないでしょうか。ちょっと今回ルーを持ってくるのが少なくて、ちょっとシャバシャバかもしれないですけど、まあでもいい感じでカレーができました。これ一石二鳥ですね。で、これですね、この飯盒の特徴でもある、こうやってやってこっち側にルーを入れて食べるという、そういったこともできるので、これはこっちの方がいいかな。こんな感じですね。ではいただきます。うん、うまい。うん、メスティンに代わる、まあ新しい調理器具というか、こういった形でも結構面白いと思います。